天皇皇后両陛下は昨日夜から大嘗祭の中心的儀式大承久の儀に臨み、未明にお住まいの赤坂御所に戻られました。大承久の儀を終えた両陛下は午前4時過ぎ、剣と勾玉とともに皇居の正門を出て赤坂御所に戻られました。皇居東御苑に建てられた大承久では、昨日午後6時過ぎから雪殿強旋の儀、午前0時過ぎから式殿強旋の儀が行われました。天皇陛下は神事に用いる最も神聖な装束とされる御彩服を着て、かがり火の中ゆっくりと歩みを進め、雪殿、式殿の中で国の安寧や五穀豊穣を祈られました。皇后さまも白い十二単を着て、陛下が入った神殿の傍らにある朝殿で拝礼されました。宮内庁によりますと、雪殿強旋の儀に510人、式殿強旋の儀に425人が参列しました。